厚木市議会議員選挙2023。私の応援していた岩崎和夫候補が見事当選しました。えー、どうもおめでとうございました。はい。えー、皆さんどうも参議院議員の浜田聡志でございます。えー、今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま令和5年の、えー、7月10日月曜日午前の1時35分でございます。はい。えー、昨日ですね。えー、はい。 厚木市議会議員選挙の投開票日で、えー、ございました。えー、こちらのね、選挙におきまして、岩崎和也候補、えー、見事当選をいたしました。えー、皆様ねあの、本当にどうもありがとうございました。えー、まずはですね、岩崎候補お疲れ様でした。そしておめでとうございます。えー、そしてですね、まあ、岩崎和也候補陣営、えー、本当にね、あの、大変ご苦労様でした。おめでとうございます。 まああのね、統一地方選挙がですね、終わって、もう本当にね、惨敗の中ですね、まあしっかりとこのね、選挙に向けて、まあ準備を進めてきた、まあ政治活動も、まああのしっかりとね、してきたというのが、まあ非常にね、大きかったのかなと思います。まああのね、あの、 えー、まあ、選挙に向けての政治活動もね、あの、本当にしっかりを、しっかりしてきたと思いますし、まあ、あの、ポスティングなどもまあしっかりされてきたと思っております。まあ、非常にね、いいチームを組んでいたというように思います。まあ、私はですね、あの、まあ、旗から見ていただけみたいなところもあります。まあ、ちょっとね、現地には、えー、一応ね、あの、応援一度だけ行かせていただきました。まあ っていう点もね、まあ一度だけだったので、まあそれでもね、あの、この、えー、まあまあ私自身はまあとりあえず置いといて、えー、とにかく、え、結果が、えー、いい結果が出たことを、まあ非常にね、えー、喜ばしく思います。というわけでちょっとね、あの、結果の方を少し見ていきたいと思います。ちょっと画面の方を切り替えます。はい、えー、厚木市のウェブサイトの方を見ておきますで、えー、こちらですかね、厚木市議会議員選挙特設ページで、 こっちかな投票速報、あ、失礼違う、間違えました。開票速報の方ですね。はい。えー、一応ですね、まあ、午前1時現在となっておりまして、こちらのね、表示は98.61なんですけれど、まあ、一応現地の方ではもう、あの、当確は出たと聞いております。ということで、まあ、こちらね、あの、届け出順に、まあ、記載が、えー、されております。ということで、はい。 で、まあ上、岩崎和也候補はですね、まあ、届出番号が28だったと思います。はい。で、えー、今回はですね、候補者が36人出ておりまして、えー、確かですね、28人、定数が28だった気がします。で、8人が落選する、まあ、選挙ということで、えー、と、思います。 はい。まあこんな感じですね。で、えー、岩崎候補は、えー、はい、こちら見てみましょう。1772票だ、ですね。で、一応、こちらのオフサイトをですね、参照、参考にするとですね、えー、再開当選の方が、まあどうやら、1340票。ここでのね、記載は1 3 0 0、えー 失礼。ど、どうだろう ?1414 14だっけ、えー、すいません。あの、まあ、1300か1400かあそ、それぐらいの、まあ、票だったような気がしますが、すいません。ちょっと、あ、そうですね。1340票の方が、えー、再開当選ではなかったかと思います。ということで、まあ、ちょっとね、あの、後藤由紀子さん、えー、まあ、個人的に少しだけ、えー、まあ、 お話をね、させてもらって、ええー、まあ少しね、あの、密かに応援はしていたんですけれど、まあちょっとね、あの、涙を飲む。今回は涙を飲む形になったのではないかと思います。はい、すいません。ちょっと、結果の方間違っていたらすいません。あの、これ、こちらに出てるのは多分確定の結果ではないんですけれど、まぁ、あ、大体、おおむね、え表、ー、のね、動きはないだろうということで、えー、だと思います。ということで、はい、えー、今回はですね、 えー、日本維新の会のね、小島正宏さんが1725票で、えー、あとですね、えー、もうちょっと下の方行くと、まあ、岩崎和也候補が1772票か。はい、まあ、かなりね、あの、岩崎和也候補、票を伸ばしましたね。まあ、今回ね、あの、ちょっと共産党の方と、まあ、いざこざなど、ま、ありまして、ということで、まあ、そういうのもね、えー まあ、結果を見ればですね、なかなかいい方向に、えー、まあ、作用したんじゃないか。まあ、少なくとも我々にとってはですね、まあ、いい方向に、まあ、作用したのではないかとは思いますが、まあ、とりあえず、えー、まずは、あの、本当にね、陣営の皆様、本当にお疲れ様でした。そして、えー、まあ、何よりね、ご投票いただきました皆様、岩崎和也と、えー、まあ、投票用紙に書いて、 書いてま投票をくださった有権者の皆様本当にありがとうございましたというわけで、えー、短いですが以上になりますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますはい、厚木市議会議員選挙勝ちましたはい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す、はい、どうもありがとうございました、えー、ただいま出張先の姫路市のねホテルから動画を作っております ありがとうございました。